ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG S63 フォーマチックプラス、こちらをご紹介させていただきます。実は S63 ボツになってるんですけど、過去に撮影していて今回2回目ということで、え、土方さん覚えてない感じですね。東京店で、ああ最初のやつありましたね。はい、はい、一回動画を撮ったのにもかかわらず、うん、あ、そう、ボツっちゃったんだよね。そうなんです。しかも超長い、そうですね、はい、動画だったね、はいはい、渾身の動画だったんですけど、はいはい、残念ながらちょっとアップする機会がなくなってしまって今回意外にもちょっと初登場というかボンドチャンネルとしてはご紹介させていただく車になります。はい、で入荷本当にうち多いですよね。いや、すごく多いですね。はい、もう本当に主役級の入庫率、うん、はい、ただ意外にも動画でご紹介させていただいたのが、まあ、ちょっとボツっちゃった件もありまして、今回は初ということで、タイミング、はい、あ、いや、言われてびっくりあ、そうそうです、あれ、でも大宮店で撮ってるか、大宮店で撮ってるかもしれないですよ。そうだよ、ね、ただ登場の回数は極端に少ない。少ないんだね。少ないんです。あ、そうなんです。いや、でも S クラスは毎回その動画撮影しようって準備してるうちに売れちゃうんですよ。確かに、うん、そうなんですよね。そう、動きも速い車なんで。そうなんですよ、定番でね、うん、で気がつけばもう新型が出ちゃいましたからね。本当そうですね。改めまして、こうなってます、こうなってますっていう紹介よりかは、はい、今回はちょっとこの車両の紹介と、うん、まあ、珍しくいじり物なんで、はい、カスタムの紹介だったりとか、そうですね、もう何だったらこうちょっとテレビショッピングみたいに、はい、はい、いいですねそのノリでご紹介させていただきたいと思います、はい、で今回お車が後期ということなんですけど、うん、はい、今ちょうど僕的には後期結構いい時期じゃないかなと思うんですよね、うん、そうですね、まあ、新型も出ましたけれども、うん、S63 ってまだ出てないじゃないですか。一応現行ですか。はい、はい、っていうふうに僕カメラマンに言ったら、うん、え、そうですかって言われたんですけど僕の中では全然まだこう、はい、引け目を取らないというか、そうですね、はいはい、やっぱりこうどうしても S クラストップレンジャーと、うん、新しいのイコールちょっと偉いみたいな感じ少なからずあるじゃないですか、うん、だからその中でまだ全然新しさを保ってるということ で、 そうです、ね、まだ十分楽しめる。いや、十分だと思います、うん、特に後期だと、はい、いろいろ装備もよくって、で前期よりなんか改善箇所も6500箇所ぐらい、はい、まあ、細かいところだったら拾っていくと、まあ、いろいろ変わってるらしいですね、うん、だから結構C クラスでいうところの204のマイチェン前マイチェン後で、はい、もうものすごくガラッと変わって別の車みたいになったじゃないですか、はい、だそれもこの22に当てはまるみたいで、結構こう見た目だとライトとかバンパーぐらいの変更かなと思いきや、はい、細かいところ拾っていくと本当にいろいろ変わってるんですよね、うん、でヘッドライトなんかももうすっかり見慣れた、ね、この3本ラインの、でこれでちょっとなんかこう、うん、S の風格パワーアップしてません？そうですね、なんかねだいぶ違いますよね雰囲気は。特に前期型ってなんか C、E、S なんか見た感じこう似た感じのヘッドライトだったんですけど、うんうん、なんか S 後期になってこの3本ラインが追加されて、はい、かなりこう高級感がアップしてる気がします。格上げされた感じですね。であとグリルだったりバンパーなんかも完全に一新されてて、このツインチューブのがやつがあれですよね、はい、後期のトレードマークというか、そうです、はい、高級感もしっかりあって、うん、であとは今回の車もう早速バババババッといっちゃいましょう、はい、足元が、はい、また社外ホイールが似合いますね。ハイパーホイール、そうですね、ハイパーホイールと入っております。似合います。でやっぱりこうタイホイール、まあ、いろんなこうカスタマイズの仕方ありますけれども、うん、ちょっとこう見た目を優先してアメリカのタンズをホイール履くもよし、うん、はい、まあ、S クラスだとチューナーものだったりだとか純正オプションなんかもありますけど、はい、そこに持ってくるのがこのハイパーフォージドですよ、うん、やっぱり国産のタンズホイールメーカーですから、やっぱり信頼性だったりだとか、そうですね、うん、その辺も抜群なんじゃないかなと、はい、でこれ結構ハイパーフォージドってもうそれだけでも名前結構売れてるじゃないですか、はい、なんですけどこれ細かく見てても実はこのディスクが超有名タンズホイールメーカー製だったりとか、うん、そうですね、リムがもう誰でも知ってるホイールメーカー製のその合体技だったりっていう、だからもう本当にこう信頼性だったりとかその辺は申し分ない、はい、うん、安心ですよね、うん、で今回はこのディスクがグロスブラック、はい、リムがこれはクロモスかね、うん、はい、のフィニッシュになっております、はい、
ちょっとこの黒いボディにもマッチしてて、うん、似合うと思いますね。全体的にバランスは取れてますよね、はい、そしてキャリパーもダイナミックパッケージで赤くちゃんとなっております、はい、あれこれダイナミックパッケージ入れないと、うん、何色なのシルバーでしたっけ。そうです、あのダイナミックパッケージの装着率が高すぎて当たり前だもんねそのやつ忘れちゃったんですけど、あとは今回、はい、ローダウンがされてないということで、はい、はい、ちょっと残念ですよね、まあ、このまんまで十分成立しちゃってますけどね。そうなんですよね、まあまあ、ちょっと価格もだいぶ落ち着いたじゃないですか、はい、ただまあこの先楽しむんであれば、うん、まあ、ローダウンもいいのかなと、うん、そして今回この動画撮影記念と称しまして、はい、なんといいんですか本当に。いいですよ、土方さんから、はい、ローダウンがもしご制服いただけたら、うん、無料でプレゼントさせていただくと。ああ素晴らしいですね、はい、ローダウン結構しますからね意外と、はい、これができちゃうと。でしかもそのローダウンも下げ具合が調整できるんで、うん、そうなんですよ、うん、あんまりベタベタっていうのはあれですけど、はい、もうちょっとこう上げたりもうちょっと下げたりなんていうのができますので、うん、はい、まあ、その辺なんかも利用していただくといいんじゃないかなと思います、うん、であとは今回ご紹介させていただくのがフォーマチックプラスということで、はい、左ハンドルの設定だけ。そうです、何ですかね、はい、で四駆じゃないモデルだと右ハンドルだ、うん、右ハンドルですね。あと FR です。これって なんでなんですかね。なんでなんだろうね謎仕様ですよね。うん、なんだろうね、両方設定とかないのかなって、うん、毎回なんか読み返すたびに。もともと右ハンドルを作ろうと思ってなかったのかな。本当ですか。いや分かんないけど、イギリスもあるじゃないですか。そうだけどそのマーケット的に、ああ、そうなんですかね、うん、何とも言えないけど、なんでそんなに、だって FR と4区で分けるそうハンドルの位置で分かれちゃうっていうのはちょっと不思議ですよね。それは前期も一緒なんですけど、はい、まあ、そんな仕様になってる、うん、であとは、まあ、特にというか改めて僕らがご紹介する内容でもないんですけど、そうですね、まあ、ちょっとバイザーなんかも、はいはい、ディーラーオプションですかね、はいはい、ついてたりとか、うん、まあ、あとはもう申し分ないです、もう、はい、ツッコミどころもないです。そうですね、そして当然ロングしかないですから、はいはい、このどでかいリアのドアと、うん、だと後ろがちょっとあれですかね、少しこうコンケーブしつつ、しつつちょっとリムが取れてる。そうですね、結構リム取れてますね。意外と取れてます。かなりありますよ、はい、こんな感じの、うん、でタイヤもミシュランパイロットスポーツ 4S、はい、で今回の車走行距離が3万キロちょっと3万3000いかないぐらいですかね、はい、ただ溝も十分、はい、製造年も19年なので、うん、まだ使えるんじゃないかな。そうですね、はい、十分お使いいただけるんじゃないかなと思います。はい、あとはバババババッといっちゃいますけども、うん、テールランプですよ、はい、これ後期になってめちゃくちゃかっこよくなりましたね。かっこいいね、後期はこのキラキラ具合、はい、これ光るのもなんかだんだんに光るんですよね、うん、そうです。でこれが前期型を結構後期型にアップデートというか、はい、カスタマイズするのって、うん、S ってもう歴代こう定番のカスタマイズだったじゃないですか、はい、ただもう年を重ねるにつれて、うん、やっぱりちょっと交換パーツが高くなってったりとか、そうなんですよ、やることが多くなってきたりとかして、そう、特にこの222って後期仕様って少ないですよね、うん、大変ですよね、ハードルがどんどん高くなっていって。そうです。であとは電子デバイスが増えているので、フロント周りなんかも土ご承知のように、まあ、昔で言えばディストロニックですよね、ACC がついてたりとか、その他センサー類がついてたりするので、その設定セッティングが大変困難でエラーが出たりとかで、まあ、ちょっとそのカスタマイズももちろんそのできなくはない、結構視点でもやってるケースが何回かやってますありますけど、はい、まあ、結構価格も落ち着いてきてるんで、はい、思い切って例えば前期型から後期型に乗り換えるとか、うん、まあ、そういうのも結構ありなんじゃないですか。全然ありですよね、うん、まあ、機能もすごく進化してますし、はい、中身も全然違うんでなんですよね、はいはい、そんなのもありなんじゃないかと、うん、あとはもう安定のっていう感じでございます、はい、いいですね、このデカさと、はいはい、ただ結構取り回しもいいんですよね、はい、現行型 の 5.5 メートルでしたっけ、うん、最小半径が、はい、あれが結構こう話題になってますけど、4WS で、ああそういうことですか。そうです、はい、4WS がついて 5.5 メートル、すごいもう、はい、
一車線一車線で切り返しができちゃうなんて言って、うん、結構話題になりましたけど、うん、この222でもなんか 5.8 メートルぐらいで、うん、割とこのサイズにしては小回りが効くっていう、うん、普通にその例えば市街地とか、走っていて狭い路地、駐車場パーキング切り返しで切れないなって思った時一回もないですよ、うん、ちょっとメルセデスって何すかね、こう、うん、ちょっとキャスター角がついてるからですかね。そうですね、なんかちょっとえぐい切れ方しますよね、はい、打角が多くね、ですよね、うん、稼げるんで、もあるんで、まあ、乗ったことある方だとご存知だと思うんですけど、はい、もう意外にというか、そうですね、もう十分以上に取り回しがいいという、さすがやっぱりこう高級車のベンチマークというか、はいはい、こう各メーカーがそこを目指して作ってるところだなっていうのを、そうですね、ちょっと感じます、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。もう装備は説明しません、全部ついてますから、はいはい、そして内装はこれ内装珍しくないですか。珍しいですよね。ですよね、あんまり見かけない、はい、私も多分初めてかな。あ、はい、大宮店に1回入庫してたのがこれだった気がする。あ、そうですか、はい、いや本当少ないですよ。ですよね、うん、だちょっとここは好みが分かれるところかなってちょっと正直なところありますけど、はい、うん、このなんていうんですか、組み合わせ、はい、ちゃんとこの肌触れるところというかシートは、うん、はい、このちょっとブラウンで、そうですね、いいと思いますね。でその他この明るめのベージュというか、うん、ベージュ系な感じです。インテリアでも高級感だったりはもう申し分ないわけですよ。はい、でステアリングが後期で一新されてて、はい、でストロニックのやっぱりあのスイッチが、うん、はい、ステアリングのスポークのところに移動になったじゃないですか。そうですね、はい、コラムからね。そうそうそう、うん、それってやっぱり土方さんのお客様でも不評ですか。うん、うん、そうなんですね、はい、なんか不評とまでは言わないですけど、どうしてもこう馴染んでたのが今までウインカーレバーの下っていう、そこでレバーで触ってた、でなんかスイッチっていうのが違和感あるんでしょうね、ステアリングのところに。でもそこにスイッチが集まってるんで本来は運転しやすいですよね、慣れれば。なるほど、うん、じゃあその使いづらいとかっていうよりかは、うん、今まで使ってたものが移動したんで、うん、あれってい う, こう違和感のところですかね。そういうことだと思います。なるほど、うん、結構いろんなレビューとか見たんですけど、そこがやっぱりこう皆さんこう、はい、あっって思われるところみたいで。なるほど、はい、僕なんか結構 BM とか、うん、特に撮影車がワーゲンなんで。ああそうか、そうなんですよ、コラムが結構慣れてたんで、はい、まあ、逆に慣れると使いやすいんじゃないかな、うん、であとは機能の方もかなり一新されてて。そうです、ディストロニックが、うん、30秒以内は再スタート自動、はい、一般道は3秒以内ですか、はい、できるという。で再スタートもアクセルオンか、はい、ボタンですぐできちゃうんで、はい、まあ、使い勝手がより良くなっているという。であと安全支援関係も充実の装備になってて、うん、あとはステアリングのサポート系なんかもフルフルでバージョンアップというか、はい、そうですね、進化してるという、はい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 、その辺はね、進化はかなりすごいと思います。うん、まあ、本当に正常進化っていう感じですよね。まあそうですよね、時代に合って、はい、あとメーター周りなんかもかなり一新されて非常に見やすい。だから他のモデルにも、うん、これが受け継がれているというか採用されてますから、うん、はい、まあ、共通性もありつつ非常に操作性も視認性もいい、うん、はい、そんなメーターになってるみたいです。ちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょ。あ、内装色明るいといいっすね。いいでしょ、はい、私はすごく好きです。もちろんその黒でシックなこう落ち着いた内装もいいんですけど、このちょっと華やかな高級感がよりある、うん、こんな内装になっております、うん、でパネルはこれオープンフィニッシュのウッドなんですね、はい、いいっすね、なんかもう家具みたいっすね。なんかね、なんかいいですよね、この組み合わせ、組み合わせがこれとこれの、はいはい、すごくいいです。ちょっと家具っぽい、はい、こんな感じ で,、うん、でまたこのパンチングもこのベージュだと目立ちますね、うん、ではっきり分かりますね。でダッシュも当然、はい、この茶色のレザー、うん、はい、で機能的なものはもう触れません、はい、全部ついております、はい、でさっき言ったディストロニックこんな感じで、はい、でありがたいことに僕もその S クーペとか S とか、うん、まあ、撮影だったりとか改装で、うん、やっぱり入庫する機会が多いんで、はい、触らせていただく機会あるんですけど、うん、本当になんかもう乗りやすいですよね。ね、はい、本当に。でついこの間先日大阪店の方で、まあ、お客様のお宅にちょっと訪問する動画撮らせていただいて、はい、そのお客様も S6 さんの後期だったかな、うん、
乗ってたんですよ、うん、でやっぱりすごく遠くにその旅行で乗ってったっていう話もされてたんですけど、もうとにかく楽だと、うん、はい、いや分かります、もう装備関係もそうだしパワーもあるし、うん、取り回しもそうだし、うん、やっぱりこれ S って改めてちょっとすごい車だなっていう、うん、もうみんなこう台数が多いんで、うん、ちょっと ありふれてる感もちょっと正直なくはないじゃないですか、うん、でもやっぱりここ改めてすごいとこだなっていう、うん、どこのメーカーのどのグレードかっていうのは言わないですけど、やっぱり5メーター超えの車って運転してていろんなところストレスあるんですよ、やっぱり日本国内では。確かに。それが多分おそらくトップレベルでストレスの少ない大型サルンだと僕は思ってるんで。なるほど、はい、使い勝手もそうですし、その信頼性、うん、安全性、まあメルセデス・ベンツのトップグレードなわけじゃないですか、 S クラスのベースの AMG なんで、そこは間違えられないですからね、メーカーとしてもね。確かに、はい、特に主役ですからね。そうですね、はいはい、もうメルセデスの主役って言ったらもう S クラス、はいはい、まあ、安全性だったり快適性だったり、うん、はい、もうこの辺間違いないんじゃないでしょうか、はい、そしてあれ後期でこのボタンもちょっと新しくなってるんでしたっけ。はい、変わってます ね、はい、だこういうところを拾っていくとキリがないというか、うん、キリがない、確かにね、はい、でまあ、この辺ちょっと、はいはい、おさらいになっちゃうんですけど、あとディスクが入らなくなっちゃったんですよね。そうなんです、はいはい、こんな感じでドリンクホルダー、はい、うん、この辺はもういいんじゃないでしょうか、はい、そして、うん、こんな感じで、うん、はい、奥だけ充電もついてて、はいはい、こんな感じでございます、うん、ちょっとオンにしましょうか、はい、はい、で走行距離が今3万、うん、一瞬出ましたけど3万2000、はい、はい、あれ、あ、リセット効果、これは、はい、トリップ、はい、で今走行距離が3万まもなく3000キロ、はい、ということです、うん、ただ内装は、はい、いや全然いいと思いますね、非常に、はい、はい、良好な状態でございます。ですね、はい、上に行くとこれあれですかね、うん、ダイナミカですかね。ああ、そうだと思いますね、これね。最近スウェード調のものを、はい、不用意にアルカンターラって言わないようにしてるんで、スウェード調と言ってみましょう。はい、スウェード調、はい、ちゃんとバイザーなんかも、はいはい、もうこの辺は安定感のある、うん、そしてこっちか、はいはい、これだってこれ内側も、うん、はい、ちゃんとこのスウェード調の、そうですよね、うん、同じ生地です。いや、もう抜かりないですよ、うん、こここうなってんのかっていうのないですもんね、はい、そして今回のお車はドライブレコーダーだったりとか、うん、はい、はい、レーダー探知機だったりとか乗るための準備ももう済みでございます。済みですね、はい、はい、もう最高です。最高です、はい、何もな不満はない。今回の名古屋出張僕これで帰りたいなと思っちゃいましたもん、やっぱり。あれ、土地車を買うこれ言っときます。言っときましょう。じゃあこれはですね、残念ながら僕の駐車場に入りません、はい、入ってもドアが開かないんで、うん、アプリで車出し入れするやつを、ね、はい、登録しないといけなくなっちゃいますね、うん、なるほど、はい、まあ、ちょっとその辺駐車環境だったら選ぶかもしれないですけど、うん、まあ、所有できる方であればもうこれ以上はないんじゃないかなっていう気がします。そうですね、はい、続いてリアシートも見てみたいと思います。さすがにでかいです、うん、でかいですね、ロング、はい、僕の家は絶対に飽きません、はい、そしてもうこの超広い内装ですよ、うんうん、もうだっていつも拳とか言ってますけど、もう本当に、いや、もう全然、はい、20センチ近く、うん、はい、僕の短い足のセッティングでも、はい、まあ、今シート下がってますけど、うん、はい、こんな感じでもう足元も超広々、はい、そして中もこの辺の空間がとにかく広いですよね。だからそう、ここがね、前後もあるし、うん、視界が開けてる感じがします。もうヘッドレストまでの距離が、うん、本当に手届かないぐらい、はい、で上も十分、僕175ですけど、うん、拳1個分以上余裕である感じですよね、はい、こんな感じに。そして装備的なものは当然の4ゾーン、うん、はい、でシートヒーターだったりだとか、そうです、それに快適装備もついてる、はい、ベンチレーション、あ、ベンチレーションもついてます。当然ですよね、はい、当然です、はい、ついてございます、はい、で、まあ、ちょっと前で触れるの忘れちゃったんですけど、うん、はい、ブルメスターも当然ついて、うん、この辺とかもいいですよね、レザー。そうなんですよ、リアシートの方もね、すごく高級感が、このレザーの質も、うん、前回のX3M でちょっとお話しましたけど、はいはい、レザーの質も最高級のやつが、はい、各メーカー上位グレード使われてますから。そうですね、もう触り心地がいいという、はい、ソファーですよね、本当です。そしてこれですよ、これ
なかなかリアシートがこう前に出てリクライニングしてってなくないですか、はい、あんまりないですもんね。ないですよね。これ贅沢ですよ。これがもう当然のように備わってるという、はい、だからもうだらしないどころじゃないですよ。もうそうですね、はい、寝ていけますよ、はい、であとはこのヘッドレストの柔らかさですよ、うん、包み込まれるような、うん、これだからもう本当にいろんな用途で使われるの分かりますよね。分かります。ゴルフに行くのに使ったりとか、うん、旅行とかあと車用車とかでも使われるわけじゃないですか。はい。で特にそっちの座席だとこうもう本当に助手席乗ってなければ、うんうん、もう足そうなんですよ。ですよね。はい。あれ助手席の今キーオンになってないんで使えないかもしれないですね、はい、後ろの席から、はいはい、前の席を動かしたりしたり、ね、できますので、はい、まあ、その辺なんかも、うん、そしてこのよいしょ、はい、いいですね。だってここウッドっすよ、うん、はい、でかいでかいですそしてこんな感じでここの入れと、はい、あとはドリンクホルダー、はいはい、ですね。なんですかね、もう雰囲気にやられてるからですかね、この戻るのもただのバネでこう戻ってるだけなんですけど、うん、ちょっと高級感、高級感感じちゃいますよね。感じますよね。ビョンってかかってこないから、はいはい、なんかこう、はい、そうなんです、ふわっと戻ってくる、最後こうゆっくりになる。そう、そしてこれなんてことはない、多分バネで戻ってるだけなんですけど、はい、ちょっとその中のこの雰囲気にやられて、はい、高級感あるなとか思っちゃいます、うん、やられてますね。やられてますそして当然こうバニティなんかも、はいはい、備わってますんで、うん、はい、女性の方にも嬉しいという、いいですね。これはいや S やっぱりすごいっすよ本当に、うん、でもうシェードも全部電動でついてて、はい、後ろのだってこのリアトレイに至ってもレザーですよ。すごいよね。ここ、うん、ここぐらいだって普通ファブリックにしたりとか、うん、だってもうイギリス車じゃないんだから、はい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 イギリス車ってこうやって思うそう、もう徹底的にね、はい、確かに。でここは、うん、まあ、ちょっと小物入れ、ちょっとした小物入れが入ります、はい、あります。いやだからなんかリア豪華になるパッケージつけなくてもこれですからね。まあ、もう十分ですよね。ですよね、はい、もう最高なリアシートです、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、まあ、この辺の装備も全部ついてますんでいきなり開けちゃいます、はい、でトランクがちょっと狭い。そうですね、狭いってちょっと言い方間違ってますよね、うん、奥行きがない。奥行きがないですね、はい、だからこれはリアシートのその、うん、はい、まあ、機構だったりだとか、そうです、その辺を優先してるんで、はい、まあ、ちょっと奥行きが足りないかなと、うん、はい、ただ横に関してはスペース十分ありますんで、うん、あれこれ、はい、あ、そうですよね、ネットも下げられますし、はい、はい、下げられます。だ横のスペースも十分確保できるんで、はい、まあその辺は使い勝手悪くないんじゃないかなっていう、うん、はい、あとこっち前方高さが意外とあるんですよ。あ、なるほど、はい、だからそんなに、ね、使い勝手悪いと思わないです。僕、うん、海外行くときに、はい、実はこの S63 でこう空港まで連れてっていただくシチュエーションがあって、はい、もうスーツケースとかも普通にガンガン入りますもんね。そうだよね、はい、こんだけの高さと幅があれば、そうなんそうなん、普通でよいしょとかっていう感じじゃなく、うん、もうそういうのも多分想定されてのこれなんでしょうけど、うん、もうその辺の使い方もいいという、はい、そしてこの下もちょっとスペースが確か、はい、ね、ありますね、はい、でこの辺がちゃんとカーボンのこの、うん、これになってるのが、ね、そう、はい、素晴らしい、なんかちゃんと作ってるなって感じしますよね。はい、であとはパンク修理キットだったりだとか、はい、はい、当然入ってます。そうです。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、ボンネットがまあ一番分かりやすくというか、うん、そうですね、変わった部分、変わった部分、まあ、エンジン変わりましたからね、はい、はい、もう丸々変わって、はい、先代の 5.5 リッターから5リッターに、はい、これはあれですかね、ちょっとこうメルセデスってい う, こう立場上、うん、やっぱりこうダウンサイジング、環境負荷もなんかも考えて、はい、せざるを得ないというか、泣く泣くの決断という感じですか、ね、だと思いますね。5500から4000ですからね、一気に。ただ馬力なんかは、はい、アップしてますね、もちろんちゃんとアップさせて、はい、びっくり612馬力という、すごいです、612馬力フォードセダンで、はい、ただこれなんか AMG GT より速いらしいですよ、うん、まあ、4駆っていうのもありますけど、はい、はい、0100が AMG GT が GTR か、うん、が 3.6 秒のところ、うん、この S63 5期フォーマチック 3.5 秒ですから、ね、
なかなかやばくないですか。そんな早いのらしいですよ。いかにこうちょっとこのトップグレードっていうところをちゃんと誇りを持ってこう作ってるかっていう、こういう見た目でこういう車じゃないですか。雰囲気がなんか全開でバツンって踏もうと思わないから、確かに速さを感じれないんですよ。確かにパワー感を。これちょっとその速さアピールしてるのってないですからね、うん、ただ本気で踏むとそのぐらい速いっていう。強烈だね。 3.5 秒。 3.5 秒です。あと4駆っていうのはちょっとでかいのかなっていう気がしますけど、ね。まあ、当然ね踏み切れちゃうからね、はい、でその4駆も一応0、100まで持っていけるようなシステムなんで、うんうん、そうだね。本当にあの走り方走らせ方でもういかにでも、ね、後期になってからだもんね。フォーマチックプラスになってからね。そうなんですよ。フォーマチックとフォーマチックプラスでその辺のちょっと動きが違うんですよね。そうまた、はい、何なんていうの、そのトルク配備、あそうトルク配備がだいぶ、はい、はい、設定の仕方が変わってきましたね。であとは多分ダウンサイジングで絶対的なトルクだったりだとか、はい、あとはそのどうしてもブーストに頼っちゃう、うん、頼っちゃうという言い方あれかもしれないですけど、はいはい、パワーの出方なんかもあるんで、はい、時期型話聞きました。なんと噂は800馬力とかっていう。そこまで上げるの。いや噂の段階してまだ、だ223の63は800馬力で出てくるんじゃないかっていう。はあ。 IGSISG って忘れちゃいましたけど、はい、結局だからこのダウンサイジングした分のと、うん、まあ、環境負荷だったりとか、うん、両立するためにそういうのが今話が進んでるっていう、まあ、ちょっと、まあ、出てきてないんだなと思いますけど、ね、僕が読んだ記事だとそういうふうに書いてありました、はい、だしっかり磁気型もだこのドロドロサウンド、まあ、継承されそうだなっていう、うん、今のところね。ただ一個残念なのは僕バカなんでキュッキュッキュブーンが欲しいんですよ。わかります。わかるわかる。最近 S8 も撮影させていただいたんですけど、はい、どうしてもマイルドハイブリッド足してるとクランキングの音がなくて、うん、いきなりこうアイドリングの音が始まるじゃないですか。そうグーン、そうなんですそうなんですそうなんです、ね、グーンって上がってくる。そうちょっと違和感ありません、うん、それはわかります。だそれが楽しめるのがもしかしたら最高かなっていう、はいはい、まあ、楽しむ車でもないんですけど、まあそうですね、ちょっとそういう感じは受けました、ね。まあ、時代ですからね、はい、そういう意味でも結構今こう S5 機、うん、まあ、買い時なんじゃないかと。こんなエンジンルームになってます。はい、はい、というわけで今回はメルセデス AMG S63 フォーマチックプラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。